GTKMM は GUI ツールキットである GTK の C バインディング。C 言語のオブジェクト指向機能を用いて GTK ライブラリを利用することができる。GTKMM は GTK のラッパーであり、したがってユニックス系オペレーティングシステムの他にも Windows、MacOS 上で動作する。オープンソースの組み込み OS である前もでも、 機能制限版の GTKMM を利用することができる。GTKMM はもともとは GTK という名前であったが、引くイは検索エンジンに引っかかりにくいためこの名前になった。姉妹プロジェクトとして C バインディングで GUI ビルダのグレードに対応したリ i グ g デム d e m GNOMEUI に対応した r i の m e などがあり GTKMM と 共通したインターフェースで利用できる。GTKMM は性質がよく似ている QT と比較されることがある。QT は C で書かれた XML ライブラリーや国際化機構などを含む統合ライブラリーであるのに比べ GTKMM は GTK のバインディングであるという違いがある。GTKMM の文書では QT は C を拡張して 独自のシグナル機構を実装しているので、標準の c o を使うことができないとしている。ありがとうございます。